はいです今回はですねここにも書かれている通り究極究極の脱炭素コミュニティーへ再エネ融通で電力自給率60%超の新外区が埼玉市にというニュースですね、まあ。スマートコミュニティって言った方がいいかもしれませんけれどもとうとうあの外区を使ってですねここまで来たかという感じなんですが、まあ、早速ですね ヘッダーから読んできます。ループは2021年12月、さいたま市で整備が進むスマートホームコミュニティ外区第3期において、地域コミュニティのための分散型エネルギーマネジメントシステムエネ,プレザエネプラザの運用を開始した太陽光、蓄電池、EV、ハイブリッド給湯器を組み合わせた域内システムにより60%超の年間再エネ自給率を目指すということで、 かなりの再エネ自給率ですよね。まあ、100%ではないんですけれども、まあ、外区を使ってですね、さらにエネルギーマネジ分散型の、ね、エネルギーマネジメントを使って、ここまでの、まあ、大体ですけどもね、えー、自給率を達成しているということで、これ結構すごいなと、こんな感じです。外区はですね。埼玉市にあるスマートホームコミュニティ外区第3期は、 同市と新電力のループ及び住宅メーカー3社、中央住宅、高砂建設、アキュラホームが共同で手がける先進の分譲地と、屋根上に太陽光パネルを搭載した戸建て住宅51個結構多いんですよね、ここ,こ,こが全部そうらしいんですけどもね、51個からなり、各校で発電した電力を外区内、 で融通し合うこととととで、で60%超いいいうう高い再生可能エネルギー持久率を実現するということですね。は各個の太陽光発電を電源としてマイクログリッドを構成しており災害などで系統電力の供給が途絶えた場合にも外区内の電力だけで一定期間電力供給を継続することが可能なとなっていると系統への依存度が極めて低いコミュニティだという形なんですよね。一つののここの部分に、 太陽光発電から出てきた電気をですね、蓄電する設備とですね、あとは、外からの、ね、電力をつなげる部分とか、まあ、系統電力ですね。で、あとね、EV もつながってるんですよ。ここに2台分の EV をつなげられて、これがまあ動いてないときはですね、蓄電池の代わりになるということになってるんですね。で、これは、えー、まあ、いわゆる、 皆さんでね、こうシェアして作るシェアカーとしても使っていけるということなんですよね。いろいろ考えられてます。で、このエリアに導入されたループのエネプラザは、地域内,域内のエネルギー供給からシェア、マネジメントまでを行う、地域コミュニティのための分散型エネルギーシステム。太陽光で発電した電力をその時々で融通し合うだけでなく、余った電力は蓄電池や電気自動車、EV のバッテリーに貯めて、コミュニティ内の需要に応じて供給する。 需要サイド各家庭に対しては、ハブリッド給湯器の設置やダイナミックプライシング、電力料金、メニュー、口実の提供などにより、需要、総需要が総発電量に近づくよう調整、誘導を図っていくということですね。ダイナミックプライシングっていうのは、例えば夜間の電力を下げるとかですね、昼間の電力を下げるとか、昼間の電力を上げるんだけれども、まあ、太陽光だから、 バガンガン使っていいよっていう方に、まあ電力料金下げるのかなまあそういう感じですよね。まあ需要の段階によって、だいあのまあ、蓄電池の容量とかですね、そういったものとか、系統電力の容量とかですね、どれぐらい入ってるのかとかによって、あのー、まあ電力料金をですね、えー、まあ非常にですね、はい、その時々の にに合わせてててどどんどん変えいいいくくとととうことになってくると思いますね需要とか供給の最適度を上げていくという形でしょうかね。はい。ちょっとね、言葉が今出てこなかったんですけどね、すいません。51個の太陽光と蓄電システムを一元管理し、最適運用を実現ということですね。スマートホームコミュニティ外区におけるエネプラザのシステム構成を詳しく見てみよう。 外区全体は52区画からなり、51区画にはそれぞれ太陽光パネル 4485kW とハイブリッド給湯器を設置した小建て住宅が建つとお。で、残りの1区画はチャージエリアと呼ばれ、そこにはパワーコンディショナー、大型蓄電池、容量 125kW。かなり大きいですね、これね。EV 重放電器、出力 10kW などの電気設備が集められている。 また EV、重宝電器には2台の EV、バッテリー容量 40kWh がつながれているということですね。まあ、これ多分リーフだと思います。で、4485kW の太陽光が設置された家々が続くということですね。だから太陽光パネルがこれギリギリまで敷き詰められているわけじゃなくて、家、ま、々、あ、によって大きさがいろいろ変わるというところでしょうね。 電気の流れとしては、各個の太陽光パネルで発電したすべての電力を直流のままチャージエリアのパワーコンディションに集めて、一括して交流に変換すると。そして、この交流の電気をループが各個に配電するということですね。配電の余剰分はチャージエリアの大型蓄電池と EV にキープされ、夜間をはじめ、電発電がない時間帯などに放電され、各個に送られるということですね。 まあこれぐらいの大きさなので、送電ロスというのはあまりないんじゃないかなとは思うんですけど、電力が小さいのでね、それなりにやっぱりロスはあるかもしれないですね。やっぱり一個一個のね、お家になった方がそこら辺はいいのかなというところはありますけどね。屋根上の太陽光パネルはループの所有となっており、各家庭は自分の家の太陽光パネルで発電した電力を直接的に自家消費するのではなく、 チャージエリア経由で同社から買う形ととなるとループはこの電力、電気をミソノサイエネ電気の名称で外区,外区内限定で供給するということですね。なお、外部系統とは外区全体が一括でつながっており、外区内の太陽光や蓄電システムの電気だけでは足りない場合は不足分を系統から調達する。ただし、各家庭はこれを意識せず、ミソノサイエネ電気を 電電気ととして外内電源と区内源別なく使うことができると、うん。まあ、ここで系統接続の部分まで全部把握してるってことですよね。ちなみに、系統から調達する電気そのものは再燃とは限らないが、非化石証書を活用することで実質的に再燃100%と認めるものとなっているということですね。まあ、この辺はね、非化石証書を出してまで100%の、ねえー、証明書を出す必要があるのかどうか、まあ、税金面とか、 経営面とかですね。あるいはまあ、外向けに対して、そういった発表するために、そういうのを使う可能性も今後はね、出てきますよね。で、まあ、これ見てるとですね、意外となんか、まあ、全体的にほぼほぼ入ってると思うんですけど、あの、ちょっと太陽光パネルの敷き詰め方が足りないかな、なんて感じはしたりもするんですけどね。う 太陽光発電のパワー自体も少しずつ少しずつ上がってるとは思うんですが、まあ、これぐらいの規模になればねちょっとちっちゃな小風力発電なんかを、ね、こう併用してもいいんじゃないかなという私は思ったりもするんですけどもねこの外区内のところですよねここのところだけでもいいんで風力発電を何個かつけるとかちっちゃいやつでいいと思うんですけどねそれだけでもあのプラスアルファでいろいろできるんじゃないかなという気はします。 あのよくね、吸収電力なんかにあるあの、小さな風力でもですね、えー、あの風車の周りにあのリングがついてるやつですね、それのタイプですと、本当に風速が2、3メートルぐらいでもね、あのそよそよっとした風でも発電してくれるんですね、まあ。発電量っていうのは大したことないかもしれませんが、せっかくね、こういうのをやるんであれば、であれはあの音もしませんしね。 風にも意外と強いっていうところもありますしあとあの最近ですとね縦型のこうなんていうのかな筒みたいな形の風車があるんですよねでそれがこうくねくねくねっと回って太陽、あのー、台風なんかでも非常に強い30メートル以上の風風でも耐えてくれるような、ねえー、風力発電というのがありますあれはねちょっと値段が高そうな気がするんです するのと、あとメンテナンスがちょっと大変なのかなっていうところもあったりはしますね。なかなか難しいのかなというところはあったりしますけどもね。はい。ということで、これかなりね、面白い,い,いプロジェクトというかね、もう始まってますけどもね、こういったコミュニティが出てくるのかなというところで、まああの、勝手にね、このコール部分がやってくれるんで、えー、まあ、あとはね、 各々のので壊れた場合とととかかかをどううすするのかなないいころなんかだと思いますメンテナンス面ですとかねそこら辺のところがまあここを運営する会社がやるのかそれとも各個人が少しずつお金出してやるのかっていう部分が結構大きいですよね。メンテナンス面っていうのはやっぱりそれなりにお金がかかる部分だしパワーコンディショナーっていうのも まあここで交流からね、えー、と直流から国流交流してるんで、パーコンディションなんかどれぐらい持つのかっていうのも、た、まあ、多分結構いいのを使ってるとは思うんですが、まあ、それでも各家庭のね、えー、配電の部分ですとか、この太陽光パネルっていうのは、ある程度まめにメンテナンスしないといけないのかなという気はしますので、そこのメンテナンス面なんかはね、あるいはここのメンテナンス面のお金っていうのはどうするのかなっていうところでしょうね。まあ、それでもね60、60%なので、 100%にいってないので、なかなかね、やっぱり自給率100%って難しいんだなっていうところはありますね。うん。でも、いろいろとこういうのがね、出てくるっていうのは、非常に今後にとって面白いかなというところです。で、これね、1対1弾の動画なので、2番目、3番目っていうのがこう出てきてますので、それについてもね、また話をね、していこうかなと思っております。で、 最後にですね、また、えー、567関連の話をちょっとしておこうかなと思うんですけども、最近ですね、えー、イタリアで日本人の方がずっとおその567関連、で枠丸のことに関してですね、えー、ちくわでに関しての話っていうのをずっとしててですね、まあ、あのー、まあ、 そのちくわがですね、義務化されるっていうところをねちょっとお話ししてたんですね50歳以上の方が。でこれに対してですねまあその方も多分50歳以上ご主人も50歳以上の方で,でお子さんもいらっしゃるんですけどもあの、まあ、いわゆる検査をですね、えー、2日にいっぐらい行って学校行ってたような感じだったんですけどとうとう50歳以上の方はもうやらないとお無理だと。 あのもう電車とかもですね、えー、今でももう乗れないらしいんですけどもあの義務化されるっていうふうにはなったということで非常にですね、えー、きつい状況になってきますよねでその動画なんかもですね実はもう削除されちゃったんですけどもでに8万回以上見られてるみたいですから、まあ、ひょっとしたらね、えー、私の動画なんか見てる中でもそういうのを見て気にされてる方もいらっしゃるのかもしれませんけれどもまあ ヨーロッパすごいですよね、暴走しちゃって、オーストリアとか、イギリスもそうですし、ドイツ、フランスもですね、まあ、どん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 、ね、ちくわの義務化について、あの暴走しちゃってるなっていう感じがすごいなと思うんですけど、皆さんもね、イスラエルなんかの動きを見てるとよくわかると思うんですけど、まあ、ちくわをね、3回食べたとしても、ね、結局、感染率とかっていうのは下がってないんですよね、全然。 逆に上がっちゃってるっていうあの矛盾が生じているわけですよ。で、もうこれはですね、もう最初から分かってたことみたいなんですが、まあ、いわゆる製薬会社の方たちですとかね、厚労省の方たちですとか、政府の方たちっていうのは、もう最初から効果がないっていうのはね、分かっちゃってるんですね。じゃあ、何のために打つのかっていうのは、mRNA というですね、人類がいまだに体験したことがない地区 に関してですね、えー、どのような結果が出るのかっていう、治、まあ、験中、人体実験中といった方がよろしいのかなということですね。本当にひどい、本当に怖い世の中になってきてると思うんですけど、そうこの視点までね、到達してるっていう人はいまだに日本でも少ないのかなと思うんですけど、日本ではね、あのーまあ、いわゆるロックのダウンですとかね、そういったものもですね、 やってませんし。し、まあ、マンボウとかですね、えー。緊急事態宣言なんかっていうのもやってましたけど、実はですね。ボケる状況だったんですよね。まあ、飲食店の皆さんはちょっと時短営業とかでね。かなりん、うん、大変だったとかいう部分もありました。けれども。それでもですね。まあ、日本っていうのは強制はされてないんですよね？で、海外なんかではやっぱり。 あの時間帯によってですね、えー、外に出るだけであるいは人を制限してですね、あの罰金されたりとかっていう部分があの起こされて,てましたしもう完全に外に出れない期間っていうのがもう何ヶ月も続いたりっていうのがねあの、まあ、今でも起きてる地域があるんですど、ね、オランダとかやってるみたいですが、まあ、平気で起きてるわけですよねだから先進国いわゆる まあ先進国と言われている GDP のね高い、まあ、一応日本も3位と言われている中ではですね、えー、一番自由が効いているというところなんですよね。はい、なので、まあ、あの今後海外に住んでいる方はね、あのー、まあ可能であれば日本に移住、また戻ってくるというふうにした方がいいんじゃないかなというふうに、えー、思いますね。本当にひどい状況が続いているような感じです。で うーんまあ、なかなかですねそういったところの話も今ね、えー、まあここら辺のようつべさんの中ではしづらいですしいまあそういうキーワードですとかねそういう言葉っていうのをこうしゃべるだけでも削除されちゃうっていうねところなので、まあ、私もこういった動画の後にそういうものをね作ってるって形で あのー、やってはいるんですけどまあここまでね聞いてる人も少ないかなっていうのもあったりとかでもなんとかねあのー、ちょっとでもこう気になる方に対しては情報を伝えていきたいなっていうところですでまあそのイタリアの動画っていうのもですねこう検索すれば出てきますしその方もいろんな話をしててどう,どういう形なのかとかねあと最近私がね、あのー、面白いなと思った あの動画はですねこれ顔出しもしてて結構大丈夫なのかなっていう感じなんですけども「あの無添加大好き」っていうチャンネルがあってですね桃子さんっていう方主婦の方がですねそれも発信してるんですけども、まあ、無添加食品とか無添加のものですとかねそこら辺の部分に関してもいろんな話をしてるんですがあの美容師さんののりちゃんっていう方がですね、えー、化学物質の花瓶症 にかかってしまっていろんな話をされてるんですけどそこでもですねえー、まあ567に関してとかちくわに関しての詳しい話っていうのをいろいろしてます皆さんもですねまぁ、あ、情報を取れるところからまあ、ようつべさんの中でもですね、えー、そこらへんを、まあ、今のところね流しちゃってるっていうところもあったりもするので今はね情報っていうのは自分で取りに行かないと本当にあの正しい情報っていうのは正しいというかねあのいろんな情報っていうのが得られない 形になってます何しろねそういった言葉のあの検閲みたいなものがね行われてるだけでやっぱり相当すごい時,時代なんですよ昔の戦時中とあんまり変わらないなっていう気を私なんかはしてるんですけど本当にそこら辺がですね、えー、世界ではもっとひどいですし日本でもあの平気で行われているということなんですよねなので え皆さんもですねあの気になる方はどん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 自分で情報を取ってって、えー、学んでいかないとどんどん向こう側の方に持ってかれちゃいます思惑の方にねはい私はね確認で意味でテレビを見てたりしますけどももうほんとテレビはダメですね、あのー、完全にもう向こう側の情報しか流さないので 向こう側のね、思惑に沿った人たちの情報しか流されないです。で、これはまあ政府関係者もそうですけれども、まあ、でもね、政治家の中には、しっかりとね、そこら辺を見ていて、あのー、逆に、ちょっと気づいてくれよっていうふうに、情報をちょろちょろ流している人もいますし、そういう政策が通ってるから、そういう人たちのね、思惑ですとか、そういう人たちが踏ん張ってですね、 なんとか日本は流されないようにっていうふうに踏ん張ってるのであの実はね平気だっていう部分もあったりするんですよ。はい。じゃあこれを実行している人たちこういう考えをあの、まあ、もっとね上の部分から来てる部分だと思うんですよね。もちろん製薬会社とかそういうところもそうだと思うんですけれども、まあ、こういうことをどうやって考えながらどうやっていう流れでやっているのかっていうのはもう国という枠を超えてですね えー、だって世界的にこういうのが行われてるわけなので、えー、そこら辺の部分までコントロールできる立場の人たちあるいは指示できる人たち命令できる人たちが行っているということになりますのでそういうのもねやっぱり見えてくるわけですよね。それが誰なのかっていうのは私もはっきりとは分からないですけどもでも明らかにこの状況を見ている限りではやっぱりそういうところまで手が届く人たちじゃないと。 こういう状況を作り出せないなっていうところなので、これをねやっぱりこうやめていくっていうのはもう本当に自分自身がやっぱり気づいて情報を得ながらそれに惑わされないように生きていくしかないなっていうところです。だからある人がね本当にあの静かなこれほどね静かな戦争が行われているっていうのはあのかつてないことだって言ってましたね。うん。何しろね。 あのちくわの1回目、2回目をもう打った方というのが、ね、日本でも8割を超えているという状況ですけども,もう全世界中で,です、ねまあ、いわゆる服の反応がこう出ている、まあ、服の作用といった方がいいかもしれませんけども、まあ、日本でもです、ね、周りでひょっとしたら皆さんの周りでちょいちょい出始めているかもしれませんけどねあの、まあ、いわゆる免疫力が低下していろんな病気が起きてきていると。 有給状況ですだから M の RNA っていうのは本当に怖いんだよっていうところですね。まあ仕方なくねあの、もう状況的にあの食べざるを得なかったっていう人もいっぱいいると思うんですけども、いっぱいいると思うんですけどもね、ただこれ以上のものをですね、食べる必要ないっていうところはだん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 もう皆さん分かってきてると思うんですよね。ただあのやっぱりそういうものを1回取ってしまった場合に、 元通りに免疫力が復活することってないそうなんで、今のところは。なので、まあ、解毒する方法っていうのもね、いろんなものがありますし、まあ、私も試したわけじゃないんでね、なんとも言えないんですが、あのー、あきらボーイズさんとかですね、その、いろんなところでこう発表されてるところでもありますので、皆さんもね、えー、情報を取って一緒に頑張って生きていきたいなと思います。 はい、えー。最後までね、聞いていただいてどうもありがとうございます。